まずこれがフィリップスヒューといいまして、家庭用の LED 照明になってまして、 E26 の口金に対応している LED 電球となってます。こちらの方はアップルさん、アップルストア、アップルオンラインストアの方で昨年の9月26日から販売しております。でこちらの商品の特徴なんですけども、Wi-Fi で、飛ばした信号をですね、こちらのブリッジの方で受け止めて、スマホの中でアプリを動かしたものをここからジグビーという電波を使ってですね、ライトを動かすという製品になっております。でこちらの方が無料でですね、アップストアの方からダウンロードできるソフトになってますけれども、こちらのヒューのアプリを使いますと、このように色をですね、無段階で調色できると。今2番の一番右側の電球の方を動かしてますけども、赤から青、水色、緑、赤というふうに無段階でできますし、これを1、2、3番一緒に組み合わせると、このカラーピッカーを組み合わせると、これを全部を、あらゆる色に一斉に変えるということも可能になっています。でこちらが去年の9月26日から販売している製品となります。で今回ですね、新しい商品として今後展開しようと考えているのは、こちらの方の、フレンズオブヒューシリーズというのになってまして、まあ、こちら の, テープ状のものですね、今同じように色を変化しますが、赤のテープの色から紫、青、水色、緑、黄色、赤というふうに変えられます。で右側の方のブルームと呼んでいる商品なんですけども、こちらの方も同じように、まあ、赤から、紫、青、水色、緑、黄色というふうに変えていきます。でこちらの方はですね、先ほど説明した通り、口金というものがないのタイプ の完全な、一体で、スタンダードローンでできる照明器具になってますので、こちらのテープを例えばこの下の方についてるんですけども、この青く今光ってるような感じで間接照明として使っていただくということや、ここら辺にスポットとして、ブルームをこのような感じで、インテリアとして置いていただいて、色を変えて楽しんでいただくということを目的に開発された商品となっています。こちらの方はまだ販売未定なんですけども、近いうちに、販売しようというふうに考えております。